心地悪そうだけど <laughs> 私の乗り心地悪そう「ランスイこんばんざありがとう」熊田「熊だこんばんざいね熊だありがとうね」「待ってるよ上田」<laughs> えーっと「我々も一人車こげない仲間こいだことない」なんか近所の娘たちはすごいこいでたけどうんなんか自分は。 焦がなかった。<laughs> 今日ポンポン大丈夫。全然大丈夫、ポンポン。いや、もう、なぜほどいてしまったのか。なんでだろうね <laughs> あ。ポニーテールやるとさ、まあ、ポニーテールはポニーテールで楽なんだけど、ポニーテールをやるとさ、こう、髪の毛がこう引っ張られるわけじゃん。引っ張られるんだけど、それがさ、ちょっと痛くなってくるのよ。あんまり長時間やってると。 きつく結びすぎたりするとねそうそう,う GTR こんばんざいありがとうというわけで皆さんこんばんざいバンザイジャパン長野県の伝道師中山こまでーす夜空 <laughs> のさん夜空のさん私と初めましてですか夜空のさんこんばんざいありがとうございますはいというわけでね中山こまは普段ねライブとかには出ていないね。 メンバーなんでですすけど長野県済みでございます、はいまはファイヤーこれなんて読むファイヤーかなのワンデーコーヒー梅新しいやつもうずっと昔からあるやつどっちだファイヤー炎のマークのやつかな一緒に貯金頑張ろうっていやもう本当に節約頑張ってるよ結構ねえ買わないように。 何か買うとしても貯金がたまって引っ越したらっていう基準にしましたいや怖いわマジで今ね貯金中なんです、まあ、貯金中なんですって言ってもなんか出てく額の入る入る額より出てく額の方がさでかくてさ <laughs> なんか貯金ができないねほ本当にねこれは言い訳です うんうん、前からあるグレーラベルの 500ml あペットボトルなんかファイヤーって聞くとめちゃくちゃ缶のイメージだなうん。じゃうわけで今日は日曜日ということで日曜日配信担当の中山こまがこの47配信ルームでやっております。 あともう一人ね日曜日配信担当が歩 y なんだけどね、まあ歩みはまはあ、遠征中だからちょっとよやるか分からんのよな配信とりあえずねここの47時間配信で私くしがやっておりますただいまうん <laughs> えっと「なぜほどいてしまったんやうなじポニーテール大好きはいや私わかるポニーテール大好きは私もわかるわめっちゃ」 えーと抽選当たるから外れても普通にご飯食べに行くけどえ当たる抽選っていうかもうね今ね抽選する必要がない今は <laughs> あの何えっ、ー、とその一日店長の,あのお客さんの数がまだねあのその抽選するまでに達してないからまだ抽選する必要がないかな確かに缶のイメージだでしょなんかお母さんがすごい昔から飲んでるイメージ。 キーさんこんばんはありがとうシェリーもよありがとうね来てくれてというわけで皆さんお待ちかね目薬タイムちょっと待ってね <laughs> マジさエアコンもさエアコンかけてるともうカピカピだよね本当に。 えーっと、凱旋門賞を見てる。を見てるの?今。今?。今なう?。ええ、ともきくん前までは頑張ればミニツインテールがで、できた。ああ、長さ的にね。ねえ。枠空いてるの二枠目とか行きたいよね。 いや私さ顔面がマジツインテール似合わない顔面してるからさもうツインテールマジ似合うんだよねいや無理だなんかねハーフツインとかマジ似合わないなんか顔がねツインテールに向いてないんだよね <笑><笑>えーっとね、ね枠空いてるな二枠さやりたいよね。お、セルバンの中の人セルバンさんですかセルバンさんってセルバンですか？こんばんはありがとうございます聞いてくださってどうもですお世話様です。<laughs> えっと「フランスだから今」って今シリンシリン今フランスにいんのマジで言ってる「こまちゃん三つ編み似合いそう」これ似合うんですよ三つ編みは三つ編みは似合うんだよなおさげ似合うからツインテ似合うはずっていやなんかさおさげとツインテってやっぱなんか違うんだよね太さかな <laughs> はい長野県の人だよまさしありがとう ツインテールしか勝たんえー、ツインテールか卑弥呼さま懐かしいテレビかいややこしいなサバスこんばんざいありがとう三つ編みにベレー帽だねそう三つ編みベレー帽がめっちゃなくそここ,こうジンマシンみたいになってる気がするこれどうなってるここなんかな なんかすごいブツブツしてるかもえうど,どうしたら見える <laughs> かゆいかゆい <laughs> 突然にの二の腕がかゆくなる女。 そそうそうベレー帽ねいやー最近衣装も着てないしイベントがなければ衣装も着ないしベレー帽もかぶらん <laughs> いや微熱どうなんだろうね測るか太ってるは綺麗 <laughs> <きれい笑> どううななんだろうなんかさずっとさ37.5ぐらいをさ行ったり来たりしててそうワクチン2回目の以降ねそう副反応で今ない気がする7.5ぐらいも今日朝7.5ぐらいあったから行ったり来たりなんだよねほんとお六6度キューブです <laughs> ちょっとあの公式ルームだからゲームしないどいた <laughs> こう自分の自分のこうあれだったらいいけど個人ルームだったらいいけど47ルームだったからちょゲームしなかった <laughs> ちょっとちょっとだけ真面目ちょっとだけ真面目な公式ルーム公式ルームやるの苦手なんだよねあんま行ったことないけど <laughs> 苦手苦手やっぱり理由がちゃんとあって そそうそう公式ルームはさそのバンザイジャパンのそのグループのルームだからあの下手なことができないっていう <laughs> 下手なことができないっていうそうそう別にね個人ルームでねやばいことしてるわけじゃないんだけどそうそうちょっと気は張るよねいつもよりね落ち着いたかなーってコまちゃんいつも真面目 いや真面目じゃない <laughs> 真面目なふりしてるだけうるいさんこんばんはありがとうシェリー始まったルームが違うだけ苦手なの何だろう今言った感じだよだってルーあのさは公式のルームだとさ私のファンじゃない人たちもさフォローしてるわけじゃん。 だからさ違う違う視聴者さんっていうか違ういつもとは個人ルームとはいつもとはちょっと違う人たちが来るのやっぱこの配信公式配信をするとそう来るんだけどそうそう私は普段ささ、まあ、みんなここにいるみんなは知ってると思うけどさ個人ルームでさそうそう個人ルームでさ <laughs> <laughs> ねいろいろ言ってるじゃんそうそう変なことそうだからちょっとねあのやっぱねバンザイジャパンの <laughs> ちょっと待っ分かって刺してうん刺していろいろと、うん、こ苦手っていう意味を刺してもそう気張るの気張るんだよいつもより <laughs> あんなことやこんなこと言えないね 本当だよ HK こんばんばはありがとうああくびでができないし私はね配信で一回もあくびしたことないから何言ってるのかないろいろわかんねえってグループを代表してるって思いがあってことあそうまあそんな感じだねうんそういうこと結局ねなんかさ「万歳ジャパン」知ってるなって思ってここのルームをフォローしてる人でもさこれたまに。 あじゃあ誰か今やってるんだメンバーって言って見に来たらさあのー、ちょっとさ <laughs> 変なこと言ってたらさうわーってなっちゃうかもしれないじゃんかもしれないじゃんだからあんま下手なこと言えない <laughs> えーっとシェリン当たった本当ちょうだいちょうだい h e l l o a p レディア e レディ a p y e s y e s t h a n k you ありがとうポール ね、多分アッポルレディだと思う多分英語を読めないけどだいたいそんな感じ <laughs> そう,う、ね、英語はノリでできないけど全然コマちゃんが変なこと言っても気にしないよってん、ね、みんなが気にしなくてもねここここではちょっとちょっとだけおとなしい <laughs> ここではちょっとだけおとなしいねうん確かに 改めてねあの今月もう10月になってたと思うんだけどそうそう10月ですね今月のえー、っとまあ1週間切りました皆さん10月9日土曜日に、えー、長野県上田市にある雪屋こんこさんにて一日店長中山駒と笹川笹の2人で勤めさせていただきます。はい 詳しくは私のツイッターの私の中山駒のツイッターの固定ツイートを見てくださると予約の方法とかねか全部書いてあるのでご覧ください <laughs> 楽しみだね雪谷コンコさんはねあのーまあ、上田駅から徒歩2分ぐらいのところに、ね、もう近場なんだけど本店駅からで歩いていけるところにある甘味どころですね喫茶店カフェうん で、かき氷がめちゃくちゃ美味しいから、まじかき氷食べて。<laughs> で、その雪やこんこさんのかき氷を食べるともらえる雪集めカードっていうね、カードがあるんだけど、そのね、カードのデザインね、私が知ってるので、ぜひね、かき氷食べて、私のデザインのカードゲットして、5枚集めると、あ、3枚、あ、2枚、<laughs> もう分かんなくなってた <laughs>。2枚集めると、はい、そのカードに2枚集めると、私のね、 専用のせん、限定のブロマイドがもらえますのでよろしくお願いします入ってきて「あーパパパパパ」なんて言ってたら怖いもんね <laughs> そんな声言ってる私さ <laughs> 私そんな「あパパパ」なんて言って、ね、これ <laughs> 佐ちゃんにギャップ燃えしたい方は個人ルームもぜひいやそんなギャップ燃えやだ私ギャップ燃えあるかそもそもねあと6日だよどうするみんな初代みなみんさんこんばんはありがとうゆっくりしてって9日って抽選だっけあの抽選でもあるんだけどまだ抽選する必要がないでまだ,、ね、まださまだフ そうま、だ人が埋まってないから抽選じゃないんだよねまだイベント専用メニューもありますはいあるよイベント専用メニューもあるちゃんとかき氷久しぶりに食べたいですいやーもうほんとね幸代さんのかき氷めちゃくちゃ美味しいからね食べたくなるんだよまたなんかプ,ラプリンのさかき氷がその販売になるんだけどその日。 私もおし,おし一押しなのでプリンかき氷めちゃくちゃ美味しいあれはタンバリンかぶったりするくらいならお茶目でいいと思うあ本当 <laughs> タンバリンねたまにかぶっちゃうけどねそうそう今日顔お強め太郎ちゃん本当いや化粧めっちゃ薄いよだってアイライン引いてないもん <laughs> アイライン引いてないしさ ちょっと気持ち程度のあのシャドウとさみたいなそんな感じ今日めちゃくちゃ薄いえー、5枚3枚選択肢がね「あるで真剣なコマちゃんとゆるゆるコマちゃん」いや本当に!?「ゆるゆるコマちゃん」あそんな変わらないけどな。<laughs> ちなみにあイベントおいくら円イベントはおいくら万円ってどういうことですか参加費ってことないないない参加費はないよさすがに自分で食べるあのかき氷は自分で払ってね <laughs> そのイベント自体にお金は発生しないけどそのチェキを取ったりとか自分で食べるかき氷とかはそうあの自分で払うんですよ。<laughs> アイラインの見くせ方の癖強いんじゃん <laughs> こうこうやって何、ね、もやってないってアポイイイイエイエアポイエイ誰かこの「YY これ何て読むんだ? E」e y「EEYE」ってどういう意味だアップルわかるけどイベントに参加できたら発売いねえ HK 来ないの コマちゃんメイク配信講座したことあるうんしたことあるしたことあるよちなみに動画も撮って撮ったことある動画撮ってスペシャル特典で出したこともありますでなんでさあのともきくんは私のなんか生活をいつも見てるなんか <laughs> 今日さちょうどさあのメイク配信動画撮ろうと思ってさ今日じゃないけどまあ そそろそろメイク配信動画撮ろうかなって思ってさあのー、でしかもギャルメイクギャルメイクをしたくてちょうどねあのギャルのつけま買ってきたんだよね <laughs> 今日 <laughs> バレてるみんなに <laughs> ね今度ねちょっと YouTube でちょっと私ギャルちょっと一度はギャルのメイクをしてみたくてバッサバサのギャルになりたくて。 バッサバサのつけま買ってきたんでそう今度ねちょっとどのくらいになるかなえー、ちょっとねそう私さギャルにはギャルになりたかったけどギャルの器ではないからギャルにならなれないのよそうなれないからあのまあ一時的にでもね 気持ちのギャルまあ気持ちのギャル外側のギャルをね試したいなって思ってだからどっかのタイミングでね動画撮ってまあそれそのまま配信しようかなって感じですそうなのよ朝のルーティンさおばあちゃんバージョンで撮りたいんだけどさもうさルーティンどころじゃないのよ今。 部屋が汚くて <laughs> ルーティーンを取ると部屋の汚さが分かってしまうっていうねそうもうねおばあちゃんどんなとこに住んでんねんっていう感じでございます本当にマスさー,ーこまありがとうチキって何チキうんうんそのままそこの場で取るやつですよお客さんと物販詳細出た出てない出てないあでも差し入れは OK です差し入れあの食べ物以外の 差し入れはオッケーです皆さんあの9日のね雪屋さんの店長のイベントは食べ物以外の差し入れはオッケーアップル愛か愛おめめねねそうだよ参加費はない嘘こまさんのおごりだと思ってんだが <laughs> やばいやばい貯金するって言ってた女 <laughs> 美容系 YouTuber 風にアイライラン見せてくださいこんな感じです今日のアイライン <laughs> ねあアメメンねそう見たかったって今度やるわじゃあ超能力者もき地方住みだからなかなか東京へ行けないもうそれはしょうがないタロちゃんギャル好きだよね私もギャル好きリスペクトしてるえっ、ー、と ギャルギャル雪屋さんでやったらちょっとびっくりしちゃう誰ってなっちゃう音楽あったら買うあやります音楽もやる9日のイベント申し込みはしてある OKHK、OK、来てね YouTube のチャンネル登録してるからいつでも見れるありがとうそう中山こま個人の YouTube チャンネル持ってますので皆さんぜひ登録お願いしますえー 部屋が汚いいなら掃除してください誰かやってくれるめい <laughs> ちゃん言ってたアップル iPadiPad <laughs> んか違う気がする iPadiPad その iPad? 違う iPad 出てきたえギャルメイクマジどうやってやるんだろうギャルメイクはしたことないなあのチャンネルキッズコンテンツなんであそうなの <laughs> え、何それそうなのえ知らん知らんキッズキッズコンテンツなのあれ <laughs> ちょっと直しておく <laughs> 直しておくなんかそれでさあれ貯金の話とかしてんのやばいんだけどキッズコンテンツで <laughs> しんどっ音楽嬉しいさ音楽やるよよろしくお願いします現場で音楽買おうよろしくよろしく ギャルの見た目が大好きだから器関係なくギャルになっててかギャルの器とは、ね、ギャルってさもともとだ天性の生まれ持った才能だと思う私は <laughs> なんかすごいまあギャルでもネガティブになる人はいると思うけど基本ポジティブじゃんギャルってポジティブだしすごい自分に自分に気を使うし美容とかね体型とか おしゃれとかさそうそうだその器じゃないのねそのキャパがない <laughs> ねええー、と「差し入れで HK が来るとこまちゃんの部屋を掃除します」「本当に?」見たらねやりたくなくなるようわーって。 お金の話が尽き,きないキッズさん、こんばんは、はい、まあキ、キッズ、キッズっていう年齢じゃないけど、<laughs> ユキ、ありがとう。今、何分だ何分から始めたっけあと5分、あと5分終わったら、うんあと5分やったら終わりにする。次、個人ルームやります。 お疲れさまありがとう今ね私の YouTube チャンネル登録してお願いしまするって言ってた YouTube 登録しましたありがとうくまだまだね全然動画ないけどよかったらなんか気ま,ぐり気まぐれに猫の動画載せたり <laughs> またなんか撮ると思うんでそうなんかさ <laughs> なんか化粧化粧動画さなんか面白いんだよな自分のすっぴん面白くてさ眉毛ないんだもん <laughs> 眉毛なくて笑っちゃうんだよね自分で眉毛はあるよ多少多少あるけどなんか右と左で長さ違うんだよね元,元々ある眉毛の長さが <laughs> 全然違うやんけって思ってなんか全然載せれてないなんか恥ずかしくて急に。 すっぴん結構配信とかでもやってるのに見せてるのにみんなになんか急に恥ずかしくなって載せてないっていうねでねまたねギャルギャルをねやるわ <laughs> 猫メインなのか嫁がメインなのか分かんないチャンネルしてえそれめちゃくちゃよくないえ夫さんがやってるってことでしょその猫ちゃんと嫁さんのチャンネルって。 めちゃくちゃゃゃくいいじゃん愛されてるねえねユ YouTube で登録者数が増えて再生回数増える増えると儲かるなんかさどのくらいの基準まあ1,000人から収益化できるんだけど YouTube って登録者数がね1,000人からとあの収益化できるんだけどそうどのくらいのさお金がもらえるってさ私 知ららないからさ <laughs> どうなんだろうどんくらいもらえるんだろう ?10 万人いる人はどんくらいもらってるんだろう10万,人 ?10 万ぐらいで20毎月20万とかかなそんなないえー、どんくらいなんだろう 私も全然まだまだ最近ねあのー、この間 YouTube 動き動かし始めてまたそうそうやっと100人だからさ旦那さんがやってるんだけどねじ飛んでるいいねいいねでも最近のギャルならみちょっぱが一番好きねなんかさみちょっぱめちゃくちゃ見ててさあのー、いいなって思うマジでいいギャルだよ いいギャルめちゃくちゃいいギャルまあいい悪いギャルってそんなにない気がするけど可愛い,いよね普通に可愛いみちょぱはうんちゃんとしっかりしてるしっかりしてるなんだろうもう性格がしっかりしてるギャルだけど雪っぽよも好きだんだんみちょぱって雪 ポヨさお同じ顔に見えてきたか待っておばあちゃんがおばあちゃんがおばあちゃんがさく裂してる今両方とも好き雪ぽよも好き丁寧なんか雪ぽよは丁寧な気がするいつきさんはギャルいやい,いっちゃんはギャルマジでなんだろう、ね、しっかりしてるでもほんとギャルってしっかりしてんだよなマジで。<laughs> すごいよ研究熱心めちゃくちゃちなみに最近のアイドルは中山コマさんが一番好きですねこっちまで照れるじゃんこっちまでって照れるからやめてやっぱやめないでありがとうね嬉しいえすごくない最近のアイドルで星の数ほどアイドルがいるのに中山コマが好きって <laughs> 嬉しいわねめちゃくちゃありがとうだありがとうだゆきぽよはゆきぽよは <laughs> まあ別に競ってないから <laughs> 両方いい私は両方とも好きいやテレビに出てるね <laughs> テレビに出てるギャルはねしっかりしてるマジでしっかりしてるからテレビに出てる多分 たぶんコマちゃんあのチャンネル見たら引くと思われえ本当にあのご夫婦夫さんのやつてれてるコマさんかわいいいやてれるわ普通にやすごいことよでも星の数の中から中山コマが好きってめちゃくちゃありがたいしねえ ね、バンザイジャパンが好きとか言ってくれるのめちゃくちゃありがたいですというわけで皆さん気づいたらもう30分なのでそろそろこのね47時間配信ルームは終わりたいと思います次私は自分の個人のルームに移って配信をしますのであのお時間がある人は是非見に来てください、まあ、そんな変わらないと思うけど内容 <laughs> ちょっとなんか変なこと言ってるぐらいね個人の方がこっちはねまだ真面目ですね真面目な無音で <laughs> 無音で真面目に話しましたえー、っと待ってねスクショタイムスクショタイム何しようかなスクショタイムえっ、ー、スクショタイムどうしよう なんかいつもスクショタイム困る。コマだけに。モルカーの <laughs> 絶対公式ルームでやることじゃない <laughs>。モルカーのローソンのトートバッグゲットしたって話をしとくね。そういえば、ちょっと前に、結構前に、結構前にローソンのなんか7本 ?8 本ぐらい買うと多いお茶をめっちゃ買うともらえるってやつ。 初めてみんなに言ったはい <laughs> 無音がシュールなんだよな、ね、公式ルームでモルカーのバッグ片手に微笑む女というわけで皆さんこの後は私は自分の個人ルームの方に移動しますのでよろしくお願いしますというわけで以上長野県の伝道師中山こまでした ありがとうございまーす。バイバーイ。個人ルームで待ってまーす。<laughs>